はい、皆さんこんにちは、ワナルグルビジです。では今回は継続の決断をパープキット PS2 版空母使用禁止プレイ続きをやっていきたいと思います。前回は大英帝国、つまりイギリスですね、これの降伏を、できることができました。なんかちょっと日本語おかしいですね。イギリスを、降伏に追い込みました。今回はいよいよアメリカ軍との戦いになります。でアメリカ軍の拠点はですね、西海岸と東海岸に一つずつ重要拠点を持っている状態なので、これをね、今回は攻略していきたいと思います。で、太平洋ではハワイに展開している艦隊、これで西海岸へ。で、一方ですね、ワシントン、つまり東海岸の方には、ジブラルタル海峡に展開している艦隊、これにですね、新鋭艦を追加して艦隊を再編後、東海岸に突入ということで、西からと東側から同時に攻撃を仕掛けていきたいというふうに思います。では、時間を進めていきます。では、まずハワイに敵の艦隊が侵入してきたようなので、これをね、ハワイに駐留している艦隊で、そして、航空隊で迎撃をしていって、敵の艦隊戦力をすり減らしておきたいと思います。ここでどれだけ敵の艦隊にね、ダメージを与えて、敵の戦力を削っておけるかっていうのもね、すごく重要なポイントになってくると思っています。で、日没に敵が侵入してきてますね。日没に侵入ということのようなので、我々としては航空隊が使えないという痛ではありますが、敵の方もね、空母艦載機が使えないという状態になると思うので、ここは痛み分けだというふうに思います。では、艦隊戦行っていきます。味方の第3艦隊が敵の艦隊と艦隊戦、攻撃戦に入ってますね。はい。ハワイの防衛戦は完了してます。味方に損害出てますが、敵の艦隊を完全に壊滅させましたので、西海岸のね、敵の西海岸の防衛戦力は落ちてくれてるんじゃないかなというふうに期待を持っています。ハワイの方はね、ちょっと今戦力ダウンしましたので、後続のですね、新造艦の到着を待って、艦隊を再編後、西海岸に突入をしていきたいと思います。ドイツ軍が東海岸に突入して、そして東海岸を通るっていうね、この大珍事が起きましたね。そうすると残った拠点は、西海岸だけになりましたので、この西海岸攻略に全力を注いでいきましょう。では最後、アメリカ西海岸米軍6個艦隊入っていますが、ここに突入をしていきたいと思います。ここでね、周囲を決しようと、これが最後の、ね、拠点になってますので、この拠点さえ取れれば、この戦い勝利という内容になっています。投入する艦隊は3個艦隊ですね。戦艦が1隻、他従順、軽巡、駆逐艦からなる艦隊で出撃をしていきます。詳細はこの後ご案内していこうと思います。で、その他ですね、東海岸に突入準備をしていた艦隊等はですね、今、ハワイ沖に集結をさせるために移動を開始しています。なので、このターンで、攻略できなかったとしても、波状攻撃を仕掛けて一気に西海岸を取ってしまいたいと思います。まず投入する艦隊ですが、こちらの第6艦隊、戦艦1隻。この戦艦はですね、風林火山型になってます。風林火山型というのは、武蔵の発展強化版ですね。48センチ砲を搭載して、機銃は220門というね、化け物みたいな、そういうものになってます。それと、最新鋭の従順、キツツギ型。これもね、20.3センチの両用砲と、さらに、対空防御としては、広角砲8機、機銃100門というね、強力な対空装備を持った、この第6艦隊。それと第2艦隊も投入していきます。従順が5隻、軽巡が1隻、捕獲駐艦です。これは最新のね、今ご案内した従順は配備されていません。そして第1艦隊。ここも従順と軽巡、それに駆逐艦からなる艦隊です。これもね、新しい最新鋭のものは入っていないものです。どちらかというと、今ご案内した第1艦隊、第2艦隊はですね、ハワイの真珠湾攻撃を行った時の、戦力に近いものだと思っていただければと思います。では、出撃していきましょう。日没とともに、敵のね、飛行場に夜襲をかけつつ、敵の艦隊を発見したら敵の艦隊も撃滅していきます。で、仮に今回ね、攻略できなかったとしても、後続でやってくる艦隊に託していくと
ということで、突入戦を行っていきます。では、始めていきましょう。まずは、ライトはもうオール転換。転倒かな？してですね、一気に敵を揉み潰していきましょう。まずは、敵の艦隊発見してますので、まあ、このうちにね、夜のうちに敵の飛行場を破壊したいという思いもあるんですけども、敵の艦隊が邪魔をしているようなので、敵の艦隊を第1艦隊と第2艦隊で攻撃していきます。第6艦隊は一度敵の飛行場の方に向かってもらいます。まあ、第2艦隊も敵の艦隊とぶつかってます。こんな感じですね。今白くなってる画面中央が第2艦隊ですね。で、第1艦隊と第2艦隊で挟みながら、敵のね、艦隊を一気に壊滅させていければいいかなというところで、第1艦隊が画面のマップ上部からですね、敵の艦隊に突っ込もうとしている状態です。今ね、マップの上と下から第1艦隊と第2艦隊が敵の艦隊を攻撃して、魚雷をガンガン打ち込んでるような状態ですね。やっぱり魚雷はね、火力が出ますからね、魚雷が当たる状態になると強いと思います。で、今はまさに敵の艦隊を挟み撃ちにして団子状にしている状態からガンガン攻撃しているので、魚雷を撃てばね、何かに魚雷が当たる、まあ、そういう状態です。今ね、白い線がバーッと海面出てると思うんですけど、これがね、魚雷です。味方が撃ってる魚雷が敵の艦隊にね、こうバーッと向かっていってる様子がよくわかると思います。これ理想的な戦い方ができてますね。今本当にどこに撃っても、どっかに敵の艦隊のね、どっかの艦艇に魚雷が当たるっていうね、本当そういう理想的な戦いができている状態です。第6艦隊は予定通り敵の飛行場のね、破壊に今向かってもらってます。やっぱりさっきお見せした従順、最新の従順がね、すごく機能的なんですよね。ご紹介してなかったかもしれないんですけど、魚雷も、4連装4機装備してるので、魚雷攻撃による火力もね、むちゃくちゃ高いんですよね。で、このゲームは味方の魚雷は味方には当たらない仕様になってるので、もう本当に敵だけに当たるので、敵を見つけたらもうガンガン打ち込んでいくっていうね、そういう形でいいと思います。お、敵の艦隊の増援だな。西海岸には6個艦隊入ってるので、今ね3艦隊展開していたので、プラス3艦隊投入されてくると思います。これを順次撃破していきましょう。さあ、敵の艦隊破壊が完了です。そしたら第2艦隊も敵の飛行場の破壊に向かいます。敵の飛行場の攻撃が始まってます。夜明けまでにね、できるだけ削って、飛行場の数を減らせれば一番嬉しいですが、火力がね、どれだけ出るかというのはこの後確認していきましょう。今マップの手前から、マップの奥にある飛行場に向けて第6艦隊、これは、風林火山型の戦艦と、あとご紹介何度かしている最新鋭の従順ですね、これが今攻撃をね、一気に仕掛けていっているというところで、夜明けまでに1個飛行場を何とか破壊できるかどうかっていうところですね。1つ目の飛行場半分ぐらい破壊が完了しているというところです。敵艦隊の増援も確認。敵艦隊の増援の場所を確認したいんですよね。そしたらまた艦隊をね、差し向けていこうかなと思います。第1艦隊が敵の艦隊発見してます。第1艦隊を敵の艦隊の方向に向けていきましょう。第2第6艦隊、今西海岸に張り付いている艦隊はこのまま敵の飛行場の破壊に専念してもらいます。第1艦隊は敵の艦隊と艦隊戦に入ってますね。
西海岸に張り付いている旧艦隊は1つ目の飛行場を破壊、残り2つの飛行場の破壊に向かいます。今ねすごくいい感じで夜明けが来てるんですけど、雨が降ってくれてるんで、このまま雨が降ってるうちに飛行場をね破壊できるだけ進めたいなという話をしていると、雨が止みました。ここから敵の基地から航空隊が出てきます。さらにね、第一艦隊が今戦っている敵の艦隊にも空母がいるようなんで、空母からももちろん敵の航空機が飛んでくるっていうね、そういう状態です。できるだけ早く空母は沈めたいな。敵の空母を撃沈。敵の艦隊がまだどっかに潜んでるはずなので、敵の艦隊をねまた捜索していきます。敵の飛行場もう一つ破壊しています。最後の一つの破壊に向かいましょう。ただ味方もね、風林火山型の戦艦が敵の航空攻撃によって沈められてます。まあ、火力がね少し落ちてしまいますが、残りの飛行場ももう風前の灯火というところまで削ってきてますから、一気に削りましょう。そして敵の艦隊を発見。敵の艦隊攻撃に第一艦隊を向かわせます。で、第二艦隊もですね、もう敵の飛行場は第六艦隊の攻撃に任せて、敵の艦隊の方に向かってもらいます。第一、第二艦隊で敵の艦隊を、第六艦隊は残っている敵の飛行場の破壊を行い、それが完了次第ですね、敵の艦隊に向かいます。うまくすれば今回で攻略できるかもしれない。敵の飛行場3つ目も破壊が完了しました。これで第6艦隊も敵の艦隊の攻撃に向かいます。さあ残りの艦隊戦力、敵はもう少数ですね。一気に壊滅させていきましょう。あの航空機飛んでるように見えますけど、全部偵察機ですね。従々に乗せてる偵察機からのものです。なので空母禁止でね、よくぞここまで来れたなというところですが、今回やっぱドイツ軍がねすごく頑張ってくれましたよね。ドーバー海峡、東海岸、それぞれ重要拠点ね取ってくれましたからね。これで、全ての重要拠点を枢軸軍が確保したというところになります。ではエンディングの方を見ていただきたいと思います。枢軸軍は全ての重要拠点を確保しましたと、連合軍は完全降伏という状況になっています。はい、ここからエンディングです。日独の勝利により幕を閉じた。世界の半分以上を敵に回した戦いであり、非常に厳しい戦いであった。両国のどちらか一部隊でも戦略の過ちを犯せば、全てが水泡に帰したであろう。まさに綱渡りのような危険に満ちていた。しかし日独同盟軍はいかなる困難が降りかかろうと諦めることはなかった。この不屈の精神をロイヤルネイビーを持つイギリスも、豊かな物量に恵まれたアメリカすらも圧することはできなかった。日独同盟軍が世界の海を制覇するという悲願を達成したとき、戦乱はようやく終わりを告げたのである。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。帝徳の決断をバープキット PS2 版空母禁止プレイは今回が最後になります。帝徳の決断はじめね、いろんなシミュレーションゲームをプレイしておりますので、お時間ある方、興味のある方いらっしゃったら、他の動画もご覧いただければ嬉しいなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。